にもゴールを決めた古橋ポジショニングが素晴らしすぎる。フリーすぎてびっくりやろうなこれ。うちの CD がゴミすぎて 3CD で守れないのくさ。チェルシーの守備がホラー。日本先生の裏で起用後に決められる今年もザル守備のチェルシーさん。ずっとオフサイドポジションにいるのにゴールの時だけギリギリもしかしたらオフかも？にいるのはすごすぎる。このポジショニングと動き出しが他の選手にない動きすぎてディフェンダーがケアできないという。こんだけオフサイドラインにおったらディフェンダーも対応しにくいし、やっぱ古橋頭良いし代表に必要やろ。代表の裏で古橋がまた BIG6 相手に決めててくさ。セルキックマジで強ない？チェルシーにも勝っちゃう？てか古橋はもうビッグクラブからオファー来ててもおかしくないでしょ。プレシーズンマッチ5試合で6ゴール目の古橋エグすぎ。古橋すげえ、プレとはいえしてとチェルシーからゴール決めとる。グラスゴーの王だな。